ちょっとやっぱ力んでますか。知らない、多分本人も気づかないうちに力んでる。ちょっと待って、俺やばいと思うじゃない、もしかしたらやばい。ウォーを見慣れないっすね。似合わないでしょ。見慣れない。いやでも可愛いですよ、これ。帽子がね、帽子がね。日本語大です。なんだよ。同い年で、本当にあのゴルフ、プロゴルファーじゃなくて、ここまでゴルフ上手い人、マジで初めて。めっちゃ嬉しい、褒め言葉。今日のスコア見てから言う。俺めっちゃ、マジでただのディスリンダルじゃん。178ヤード、7万円で。なんかレゴでこういうキャラクターいましたよね。レゴでこういうキャラって言うの。なんかレゴでこういうキャラ。これツバのせいだよ。あ、ちょっともうちょっと左。ナイスです。ありがとうございます。7万円でお願いします。ああ、かち上げてた。残って、よし。めっちゃかち上げちゃった。40ヤード。この芝が嫌だって。この芝嫌だ。まあまあまあ普通普通ですわ。こうやってこう抜いてあげちゃう。うまいですね。またカツってやった。うまいじゃん。え、入っちゃう。入った。嘘でしょ。何が。またカツってやってなかったら入ってなかった。ちょっと来てるか。うわー、パーがあんまり気を少ないじゃないですか。そうですね、やっぱパーオン来てないからね。ね、思ってるより切れるっすよね、そこ。これ女子プロに並ばれたんじゃないですか。え、今行く。これでワンオーバーっす。あ、じゃあ並んだ。見たくなっちゃった。ナイスバーディーです。ありがとうございます。僕ね、なんかここ芝居隅さんで僕ハイスコア出したことないんですよね。むずいもん。いつも大荒れしてるんですよね。でこれ南の後は西ですか。はい、西はまあ長いというか別に。長いんですか。西の方が長い。西のが得意なんですよ。広いからね。この南と東がもう僕ほんまに苦手で。でもこの黒 T、 今日青じゃないですか、うん、黒 T からちゃんとスコア出せないと厳しい。いやちょっとここね、やっぱここ通いたいっす、カズくん。僕どうぞ。どうぞどうぞ。通いたいっす。俺許可制。うん、あ、ほんまに。ちょっと会長と話しとく。ダメなの。会長と話しとく。いや本当にね、ここ難しいんですよ。てか苦手なホールが多いです僕。まあね、広いけど、広くてやりやすいっていう人もいるけど、まあ戦力性は高いですよね。広くはないと思いますね、ここ。でも広い、やっぱ俺らの中ではやっぱ広いって言われちゃう、はい、コースになっちゃうのかな。そうなんですね。うん、広いからガンガン飛ばし屋有利で、あ、うん、飛ばし屋がやっぱちょっとチャレンジとかでも有利って言われてましたよね。なるほど。どこのコースが一番なんか難しいなと思いました。でも唐沢とか難しいよね。ああ、と片山津。あ、片山津は難しい。片山津も嫌い、うん、片山津。皆さんぜひ石川県に行くことがあればね、片山津回ってみてください。ゴルフあれですね、なんか飛行機がガンってそうそうすごいなるところですかね。うわ、乗ってきちゃったな。ありがとうございます。乗ってきちゃったな。ナイス。ありがとうございます。うわ、マジでバチ飛びしてるよ。あれ何ヤードぐらい飛んでんすか。何ヤードかな。320。やばい、飛んだら嬉しい。でも260ぐらいってません。いや、60は今はいかない。当たって50ぐらい。すげえな。まあまあそんなもんしなんやねん。見とけって。見てもらう。そんな身になって。
右バンカーの上打つから。見てるんですけど、カズくん。見てるんですよ。左足上がりなんですよ、これ。カズくんですよ。だからこのチャンネルは言い訳禁止なんですよ。ちなみに絶対打ち直しさせないですからね。あるよね、あれ。ありますよ。よし、俺が右バンカーの上見せますよ。おい、右バンカー上しかないじゃん、だってね。お、完璧。なんで笑顔だった、もうフィニッシュで笑顔だった。どうした？なんかカトちゃん、過酷な戦いになりましたね。ピンちゃんの毎回言ってません。何が過酷な戦いになりますって、まあ、いつも過酷なんだよ俺は。いつも過酷余裕がないんだよ。京太郎、お前も過酷な道に来てみろよ。本当に企画だぞ。その体勢も過酷だ。京太郎だって京太郎さんださ、コウ君も相当なプレッシャーだったと思うよ。動画でいきなりさ、100切り確かにやろうよって言ってさ、プレッシャーあるね。あるね。しかもあの時夜によって俺調子良かったからね。うん、それだからもう100でしたからね、ジャスト。うん、すごい、すごいな。プレッシャーあるよ。今日は俺はその気分を味わってます。プレッシャー空気今日80切んなかったら80激辛ペヤングでしょ。また食うの俺。めちゃくちゃお腹痛くなったんですよね。でもさ、罰ゲームも募集したじゃん、はい、だからもう結構罰ゲーム当たってると思うんで。確かにそんな中から楽しみですよ。だからあれっすよ、今日カズプロに負けたら、え、私、うん、ハンディくださいよ、ちゃんと。うん、それはやっぱプロとしてハンディあげられない。ダッセ男、ダッセ男。やっぱさ、プライドあるじゃん。10あげない、10 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 10
か、ガチで、うん、5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 、
ッケー、そういいよ、5ね、うん、5ね、じゃあじゃあ5で、じゃあ今ちょうど同じ、ハーフで5ってぐらいじゃん174なんで、どうしようかな、すごい、400ぐらいありましたよ、長かったですね、長かった、どうしようかな、30は超えてくる、すごいな、弾道やん、ちょっと有酸でお願いします、多分大きいかな、うまっ、こう走ってる、いけ、ナイス、ありがとうございます、やったわ、いや何見た、カズプロに負けられない、じゃあマジで絶対に負けないでください本当に、だってでもダンスプロ上手い、いや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 、いやでも同じ土俵に立たされてるんですよ今、ね、もうその時点で負けっすまずいっぱいだよね、逆に勝ったら本当すごいんじゃないですか、すごいすごい、なんでいらなかったですねって言ってほしい山登りが始まるよ京太郎、いい運動すげえとこにあります、まあね、落ちてこれこういうの強いできてほしかったよなこれね、プラン的にはこの上行きたいんですよ、この上、わかります、上がるかどうかなんですよね、疲れた、ちょっとピッチング、ちょっと気をつけてマジ今日とろ、どういうことですか、跳ね返ってきたら、あー了解です、ちょっと気をつけて、うまくね、ナイスの声が聞こえてきましたね、うまいな、激うまじゃん、カート道使ったけど330ヤード飛びましたカート道って使えるんですね、使えるよ、高速道路狙っていきましょう、高速道路70ヤード58度で、はい、お願いします、おい、あちょっと右だやっぱ、おね、俺めっちゃうまかった、見た、見ましたよ、でも京太郎も全然なんか見えなかったっすみたいな、抜けたら終えたんですけど着地点が終えたんですけど、すごいもっと感動してくれるもんだと思った、まあ、やっぱあのドライバー真ん中に置いたら感動してましたね、ちょっと見せ場作ったんだけどねちょっとこのチャンネルにはその見せ場がいらなかったらしいねいやでもこれもだいぶすごいですね、あそこすごいよね、はい、これはすごい、やっぱさすが、いやもういい、もういいよ、虚しいよじゃあ60度でお願いします、左跳ねんの、
やべ、打っちゃった。あ、でもいいじゃない。あーぶ、おー、オッケー、重かったな。よし、だからここの気持ちがだんだん弱気になって、早い早いで弱気になってるから。そういうこと、だからショートしてた。そう、だから昼に一回パターンにした方がいいよ。オッケー、開いた、ちょっとちょっとこれね、ダブル戦の時もね、めっちゃあったよね、そのめっちゃやるんですよ、気持ちだけがいくみたいな。で、ダウンブローに入って右で、いやー、もう今開いた。気持ちだけは前に行ってたね。前に、気持ちだけはハズブロ離そうと思ったのに。確かに大丈夫だって、これ外して離れるから。分かってるね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、これマジで入ると思ったんだけど。自分で前振りしちゃったのが良くないよ、やっぱ。カズ君、油断禁物ってことっすよ。やべえ。まあまあね、5じゃね、ちょっとハンデ足りないと思ったからな。近づお、やべやべ、手数多いっすよ。靴数手数多い。え、10、手数10。もうダメだ、クリーンヒットなし。今日はこの2人と回れてることが俺は幸せだ。本当ですよね。うん、いや、なかなかいないじゃないですか、やっぱアマチュア、うん、恵まれてるでしょ。そうなんですよ、そうなんですよ、一緒に。やっぱ京太郎と、京太郎とあゆみちゃんと回れるって。何京太郎なんで2人もね。京太郎と京太郎とあゆみちゃんだったら、うん、意味わかんないでしょ。京太郎いらないじゃん。今日ちょっと左、あー、でも OK。この位置ではマジでかいです、京太郎。わかるか、きっちゃん。はい、ちょっと一つ先、コートラコン。おー、ナイスショー。ちょっと鬼ぶりマンタロウじゃなかったね。振りちぎりマンタロウ出た。ワンブリした時、振りちぎりマンタロウなんで。俺振りちぎりカンタロウにするわ。カンタロウなんマンブリのマンどこ行っちゃったんだろう。昨日に置いてきた。おお、ちょっと下目。そう、でもいい感じ。池あるんでちょっと刻みます。お願いします。ユーティリティ3番でいきます。お願いします。いきますよ、これ見といてくださいね。これはお願いします。もう跡がないので乗せるしかないんで、スプーンで。逆にいいんじゃない、逆に。京太郎笑ったな、お前。京太郎もしやさ、上行くと思ったっしょ、今。だから笑ってたでしょ。でもすごい期待しかなくて、こういう時だから、だから打つ前ずっとあの、皆さん、池ありますよ。ずっと言ってんだもん、マジで。こいつ悪いやつだよ、ほんとに。これ、225ヤード、3遊で。はい、お願いします。乗った、いけば。あー、乗った。あ、ナイス。よし。おーよし。京太郎、なんで今の終わらなかったの？俺と同じ球だったじゃん。そうですか。お前マジひどいやつだな。これ皆さん気づいてます？なんか京太郎、俺がなんか池入れたりとかするのも大好きで、池入れろって言うんですよ。それで自分で編集してるから、自分のそういう言葉カットしてるんですよ、全部ね。ね。入れろとは言ってないですよ。嬉しそうな感じ、池っす、池やりますよ、池。なんか1本目のあれで閉めちゃったんですよ。誰でもさ、見りゃ分かるっすよ、池そこにあんの。なんかやっぱこういうのきっちり追加、1本目だからさ、なんか真面目にやろうとするじゃん。だからなんか、あ、ちゃんとこういうの説明しとかなきゃダメだなと思って、もうあれ入れた瞬間にも説明するのやめようと思って。あずか方向性変わっちゃうね。そう。結構その前、このキットのゴルチャンネル出る前、結構いろんなチャンネル出てて、結構砕けてたんで、キットゴルチャンネルやって、真面目、なんかすげえ今回真面目じゃんみたいなこと言われたんです。でもだんだん素が出てきた。だんだんすごい真面目になんかちゃんとやってたのに。上がってるんで、ピッチングでいきます。お願いします。あった。今の何。あー、なんか
フェスの使い方良くないね。なそうなんですよ。ウェッジのフェスの使い方良くない。下手くそなんです。ね、下手くそ。急になんかバチバチやん。やめて、あいだよ。俺がいるから。え、これはやっぱ仕方ないんかな。俺この前ずっとほんまにこの状態でだがアプローチが全部寄らない。もう今のゲロうま。いや、やっぱそういうもんですか。うん、仕方ないんだよ。フックじゃん、やっぱ。ナイス。ナイスじゃないです。キョタロ、はい、イーグルパットや。狙えない距離じゃないっすね。そうだね、今までのキットさんで言ったら運が良ければあります。ゴーゴーというわけになってるね。あ、そうっすね。ちょっとうっすらでしたね。伸びろ。おー、うわー、むずい。これでかい。一つじゃ合ってねえな、読みが。一番いいとこじゃん。あー、ストップストップ。めっちゃ速い。いや、いやー、強すぎてしまいましたね、今。気持ちが先走った。ナイスです。ありがとうございます。ボギーだから、あ、ストロークは一緒ですね。え、ツオーバー？はい。テトロ、はい、バーディーパットや。お願いします。押す。ありがとうございます。ありがとうございます。やだ、お腹空いてます。でも今日そば食おうって言ってたんですよ、さっき。絶対食わないから。なんちゃらそば食おうって。いや、もうこれもうね、だってもうご飯。なんそんな驚いたんですか。え、そば、なんかおそば美味しいんですか、ここ。わかんない、でもなんか食れない。俺カツカレーとラーメン。やば、でもやばい、めっちゃ食べ過ぎて。じゃあ前半お疲れ様でした。お疲れ様でした。後半もよろしくお願いします。お願いします。カツカレー、カツカレー、カツカレー、カツカレー。さあ、京太郎、やばいっす。なんと、後半になって風が出てきました。終わった。急なことあった。スンドゥブとイカゲソ揚げとイワシの唐揚げ。学習しねえやつ。カブプロが言ってたんですけど、アマチュアあるある、午後昼食って誰に食う、本当なんですか。ああ、誰だと思いますね。やっぱ本当だったんだ。店どこや。すごい。すごい。これはすごい。いや、でかいんやな、これでも。